皆さんこんにちは、宮越大樹です。チームフローを離れ、まあ卒業しですね、そして東京も卒業し、九州博多で暮らしながら、元気にやっております。皆様におかれましてはお元気でしょうか。はい、実はですね、まあコーチングの6年半続けてきたですね、プロコーチ養成スクール、まあ一回離れてですね、今新しいプログラムをこう作ろうと、いろんな準備をしております。で、まあいろいろとやりたいことはあるんですが、その中でもですね、やっぱりもっと何か皆さんに、気軽にでもないけど、なんかちょっとこうつまみ食いだったり、なんか気楽な気持ちでですね、でも深いコーチングを学んでいただきたいということで、やっぱり毎月、1日2日は、東京でもですね、コーチングの良いセミナーをやりたいなということで、実は9月からですね、毎月1回こうプログラムをやろうということで、準備をしております。で、まあそんなに多くの人数でやる気もないんですけれども、なんか興味があるのがあったら、こうちょっと参加してですね、で一緒にコーチングを学んでみるということをしてみませんかということで、ご案内でございます。まあ見てもらったら分かるんですけど、9月の24日土曜日、それから29日木曜日、まあこんな風にですね、月に、まあ、2日間まあ週末と平日とで、まあ同じテーマのですねセミナーをやってみようかなと思ってます。9月は、コーチング習得の5ステップ、これビデオ見ました。僕が出してですね、今年一番ヒットしてるビデオシリーズですけれども、こういう考え方5つのステップをマスターしていくこと、組み合わせていくことで、コーチングというのは習得できるよという、教えがあります。でそれを元にしてですね、実際に皆さんと一緒にセッションしながら、ほらこの5つしっかり押さえていったら、どんなセッションもしっかりと、ゴールまでいけますよねということを一緒に体験していくという機会です。卒業生にとってもね、なんか今までやってきたことがこう統合される、目から鱗のですねこうプログラムになるんじゃないかなと思いますから、ぜひぜひお越しくださいませ。さあそして10月20日22日とやりますが、もっと使おう見える化操作インストールということで、実はですね、コーチングというのはクライアントのこう世界観、認知を書き換えていく作業です。で一番簡単に認知を書き換えるためのやり方が見える化、要は脳の中にある世界をそのまま見える化する。見える化するといろんなことが気づかれますから、で気づいたことをこう操作していく、変えていく、修正していく、何か新しいものを足していく、消していく、でそうなった新しい世界観をインストールしていく。要は脳の中を取り出して書き換えて再インストールするっていうことができるようになったら、当たり前ですけど認知というのは簡単に変わるんです。そのためのシンプルな技法ですね、椅子を使ったり絵を使ったり物を使ったりとか体を使ったりしながら、これらを行っていくっていうことを1日かけてですねみっちりやっていくと。でこれがやれると、言葉だけのね、その質問回答、質問回答、一生懸命傾聴して、何かフィードバックして、これだけではやりづらかったことが、あ、なんだ、本当に手に取るようにというかね、やれるような、その実感、ね、感覚を得られるようになると思いますので、ぜひぜひ一緒にチャレンジしてみましょう。そして、やっていくと難しいケースがありますね。11月は、まあ、その普通はね、なんかこれコーチングでやれないんじゃないのっていうような、非常にね、例えば我々のチームではですね、もう本当に日本を誇るようにトップアスリートだったりとかね、難しい状況の中で経営やってる人だとか、そういう人たちに対してもコーチングします。要は特殊なその能力を発揮しながら世界で何かを結果出そうという人にもコーチングするし、逆に本当にこれはもうカウンセラーとかね、セラピストの世界でしょうというような、本当に大変なこう人生生きてきた人たちが何かの光明を見出して、そこに向かって勇気を持って進んでいくということもたくさんたくさん支援をしてきました。でそういうまあ難しいケース、一般的に何か目標を作ってリソース見つけてアクションを作って、でそれ検証してっていうコーチングではなかなか扱えないと思っていたようなものを、あ、こういう考え方でこういうアプローチでこういう技術を使ったら、あ、コーチングうまくいくじゃないかと。でその中でも特に重要なですね、こういうステップで扱っていったら、こういうエピソードを扱ったりとか、こういう立場に立ってものを見てみるとか、こういう感情をしっかりと扱ってみるとかっていうことをやったら、難しいケースでもしっかりと結果が出るんだねっていうコツをですね、いくつかのパターンの難しいケースを扱いながら、皆さんと一緒に検討していくみたいなことをやってみたいと思ってます。そして、12月はですね、メニュー作りに学ぶコーチの提供価値と書いてありますけど、やっぱりプロのコーチとしてやっていくにせよです。それから、何かね、自分の会社の中でやりたいっていうコーチであってもなんですよ。やっぱり自分たちがやれることってどんなことなのか、ただ漠然とコーチングをやりますじゃなくて、こういう人がこういうメニューをね使ってとか、こういうステップを経てこんな風になっていくのが私が提供したいコーチングなんですよということをしっかり伝えることができたら、コーチの提供価値って伝わるわけです。コーチングを普及していくためにどんな風にね、そのあなたの
商品である、ね、メニューを作っていくかというようなことを一緒に探求していきたいななんていうふうに思ってます。でこれもね、皆さんにコーチングを使ってもらいながら、要はコーチングを使ってコーチングのメニューができるというね、体験をしてもらいながら、コーチングビジネスだとかコーチングの普及について考えてみたいなと思ってます。1月2月3月もですね、1月は19日21日2月は23日25日3月は23日25日という形で日程だけは決まってます。でまた、いずれですね、1月こんなのやるよ、2月こんなのやるよ、3月こんなのやるよということはビデオでもね、それからあとはインターネット上でも公表していきますので、ぜひ、私の、Facebook だったりとか、それからですね、そうそう、私、この9月からですね、アナザーヒストリーという新しい会社を作りまして、でそこでね、文字通り本当にもう一つの歴史を、この人類のね、もう一つの歴史であり、そしてクライアント個人個人 そのもう一つの新しい歴史を作っていくっていうね、活動を、広げていきたいなというふうに思ってます。でそちらの会社からもいろんな発信がありますので、ぜひ、まあ、私の Facebook だとか私のビデオを見てくれてれば必ずヒットすると思いますから、見続けていただきたいと思います。セミナーに関するお問い合わせは、info@anotherhistory.co.jp というところに打っていただいたら、私と一緒にね、仕事をしてくれるスタッフが対応してくれると思いますので、ぜひぜひですね、お問い合わせください。お申し込みも受け付けてますので、ぜひ来ていただければと思います。で興味のある方はですね、コメント欄にとか、この、動画のですね、下の方にですね、情報も書いてありますから、そこからサイトなどにアクセスしていただけるといいと思います。そして4月の15日からプロコーチ養成スクールの第31期、私の方でですね、責任を持って、再開をしていくということをやりますので、そちらに参加したいなという方は4月を楽しみに、でなんかその前にね、ちょっと学びたいなという方はぜひクラスにも来てください。日程合わないなという人、ビデオも出し続けますので、お楽しみにどうぞ。ということで、お会いできるの楽しみにしてます。本当に皆さんの何か人生を変える、そして皆さんの周りの人の人生を変えるコーチングというものを皆さんと一緒に探求していきたいな、皆さんと一緒にこう使いながら世の中変えていきたいなという熱い思いを、この熱い九州で、より一層高めておりますので、また東京でもお会いしましょうということです。それでは。